今日の川柳、泣き人に一番近い大和運中。どうもさあやってまいりました、株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコの時間でございます。さあ来ましたね。来ました、ジョメさん。はい、じゃあフルネームで自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。オリジンコーポレーション所属、リクエストのウトバックファイヤーサンダーボルト、チョメノスケです。よろしくお願いします。なげー。いや、これ本当いじってくれるのあと今ベンビーさんしかいないんですよ。実際事務所のプロフィールは何載ってる？実際はあのウトチョメノスケで載ってます。あ、ウトもつくんだ。ウトもつきます。そっか、ノスケが多くてね。そうなんですよ。あと一族の名前だけはちょっと残したいなという。そっか。で、出身が？はい、鹿児島ということで。そうなんです。泣き人から近いね。めっ近いですね。ただ本当はめちゃくちゃ離れてますからね。鹿児島本土とあの700キロぐらいあって。あんな離れてる。これが鹿児島から大阪の距離と一緒なんですよ。お前これもう湿地言われるから調べたらな。もう調べてます。もう鹿児島と沖縄隣の県と言っちゃダメだと思ってるんですよ。そっか、鹿児島大阪間か。かもう沖縄と一緒なんですよ。へえ。いやもう今日はこれだけで十分です。いやいや早いです早いです。めちゃくちゃ喋るもの用意してきたんで。いいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ鹿児島からやってきまして、はい、もっともっと どっから聞いていこうかな。そうですね、今コンビ、はい、今コンビで、うん、あの相方があのマングースオセロという、はいはいはい、ちょっと変わった名前で2人ともやってるんですけど。本当今日はマングースは、今日はマングースはあの、うん、家の方でお休みですね。家の方だったらこっち来いや。本当ですね。マングースはなんかちょっと違う仕事があるってことで、外せないのがあるって言ってたんで。あ、まあ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 、オリジンアワーより大事な仕事ってなんだろう。いや本当ですよね。いつも思いますけどね。本当ですよね。まあいいでしょう。で今日は単品できました。はい、さあコンビ歴は、コンビ歴が、うん、これまたちょっとややこしいんですけど。ややこしいの行きましょう。はい、あの大阪時代から組んでまして、ほら今年で10年目ですね。10年目か11年目ぐらいです。はっきりしないんだ。はっきりしないですね。空白の1年ぐらいがあるんですよ。あの活動してないぐらいの1年間があって。じゃあ出会いは、出会いはあの大阪吉本の NSC で別々で入って、別々で入って、同期、同期で入りましたね。今売れてる同期だけど、コロコロチキチキペッパーズ、霜降り明星、大阪 NSC で、大阪 NSC で、まあ、霜降り明星はあの、うん、あの NSC は一緒じゃなかったんですけど、うん、同期で一緒に入ってきてますね。へえ、どういうこと？オーディションで受かって NSC 帰ってない。はい、通ってないんですよ。今いいんだ。あの結構特別枠というかだよね。はい、でうちでいうとスリムクラブの前田健が、はい、内間が最初に入ってたからっつって、はい、NSC、まあ、通わずに入ったんだけど、いやもうこれも特別だよみたいな。もう本当にそれぐらい特別な感じで。これは何、面白ければってこと？面白ければですね。そっか、はい、オーディションがあって、このオーディションも NSC 上がった本当500組ぐらいがみんなしのぎ合ってる中に後から入ってくるんで、なかなか勝てないんですけど、その中で。あ、そういう仕組み自体はじゃああるんだ。一応あるみたいですね。なかなかだったんだ。じゃあなかなかな中で、まあ、僕とマングースは出会って、そっか11年経ちますね。試しに受けてみようかな。ベニーさんが今から受かったら今日マネージャー来てるんで。いや確かに話が早い。そのまま移籍という。あ、そういうのがあるんだ。はい、一応あるみたいですね。でじゃあ同期になるわけね、ちょっとなんかと、はい、もう一緒で同期で、マングースも同期で、で組んだ時もですね、うん、あの僕マングースと組んだのが NSC を卒業してからなんですよ、うん、在学中は別々のコンビで入った時は、入った時は一人は一人で入って、で NSC で相方見つけて、はい、他の相方見つけて、マングはマングもまた違う相方見つけて、一人で来て違う相方見つけて、はい、で NSC 在学中はもともと仲良くて、うん、であの喋っててこいつ面白いやつだなと思ってたんですけど、うんうん、ちょっとぶっ飛んでるじゃないですか。まあね、はい、まあ、ちょっと常識ない部分もあるし、はいはいはい、でぶっ飛んでる面白さもあるしみたいな、芸人らしいやつだなと思ってたんですけど、はいはいはい、卒業してから本当に2人同じタイミングで解散して、でその時に一緒にコンビ組もうかと、お互いで。これはよく聞くね、たまたま同じタイミングで解散して組んでみたいな、はい、でもその時その僕の周りにいた同期が、うん、あいつはやめとけと。あいつを扱うのは難しいぞとっていうのを聞いて燃えたんですよ、うん、あ逆にね、はい、僕は面白いと思ってるんで、はいはいはい、その面白さを伝えさせたいみんなにと思って。なるほど、周りに反対されれば燃え上がりますからね。燃え上がりますね。駆け落ち同然で組みましたので。駆け落ち同然で組んで、はい、
そうか、で一応吉本預かりというか、はい、所属所属で5年間大阪で活動させてもらいましたね。どんな仕事やった大阪で。いやもう本当にオーディションに出るだけがの日々でしたね。オーディション、舞台の舞台のに出るためのオーディションですね。あのワンコインライブって言って、50組の芸人が500円で見れるぐらいの、あのライブがあって、お客さん500円払えば50組若手のライブが見れるみたいな。で、どうだったそれの出演率というか、オーディションの。いや、もう全然受けないですね。一応ライブに出れました。ライブに出れはしました。で、その時にあの突如現れたのが 8.6 秒バズーカとかが、なるほどね、同じぐらいの3年後輩ぐらいで来たんですけど、もう大爆笑で、ラッスンラッスン、同じ舞台立ってたんだ。同じ舞台みたいな感じで、そっからもう3ヶ月4ヶ月したら全国のテレビ出てたんで、すごいな。ちょっと挫折しかけた時ですね、その時が。そういうのがやっぱ東京大阪だと目の前で目の当たりにしてしまうというか、はい、繰り広げられていくので、ね。まあ、沖縄レベルであるけど、まあ、例えば俺なんかで言うと潤選手とかね。ああ、潤選手もすごいですもんね。潤選手も一夜にしてエンダーのね、はい、あれだよ。そうですね、なんかやっぱりみんながすごかったって言いますし、うん、僕も、うん、あの潤選手内地の時に見てたんですよ。あ、そうなの。はい、あのバナナマンさんか何かの CM、うん、あテレビに特集されてて、今沖縄で熱い芸人がいる潤選手だったんで、結構ちょっと失礼な話、ね、オリジン来て一番ドキドキしたのはちょっと潤選手ではあったかもしれないです。いやいやいや、例えばとかゴエクエーションさんとかね。ゴエクエーションさんとか、まあ本当一夜にしてというか一日にしてというか、はい、駆け上がっていくとこ見てますもんね。のはあるけど、迷っても沖縄だし、はい、全然届かないところじゃないんだけど、うん、やっぱ全国にガンっていくからな。すごいですね。まあ夢もあれば、はい、うわーってなるところもありますね、やっぱり。あるよね。しかもこの同期がもともと NSC 入った時1000人、うん、あんな入る、はい、大阪校で1000人、東京校で1000人だったんで、すごいな、はい、今もそれぐらいかな。今もそれぐらいいるみたいですね。で、でもどんどん辞めていって、はい、1ヶ月で本当に300人、400人辞めていくんですよ、最初の。これすごいよな、はい、一応来るんか、みんな最初は1000人ぐらい。1000人ぐらい来ます。で、最初の授業を受けて、次の授業を受けるときにいなくなってる子もいるんですよ。もう最初の授業でちょっと挫折というか。いや、ほんとそうよな、はい、俺もオリジン入った時は、まあ、相方上田がいて、はい、上田と二人で最初は見学のっていう感じで行って、そしたらそこで、前代表、今ダディの部屋に呼ばれるわけよ。ダディの部屋呼ばれるわけよ、はい、8月末でしたよ、はい、どうすんのって言って、はい、でその年卒業予定だったから、大学卒業したいだろうと思ってます。実は熱いうちに打てと。おお、もうやりたいんだったらすぐ来なさいって。なるほど。で、ちょっと厳しい話もするわけよ。はい、まあ、親の死に目にも会えないかもしれないし、うん、これで彼女と別れるかもしれないと、うん、で、俺はもうそれこそ逆に火ついてて、分かりました、じゃあもう次の稽古の日から来ますと。あ、その次からですか。次の稽古の日がその9月1日だったわけ、2000年の、はい、で、上田はうんって言って、あれ、お前来ないんだと思って俺響いてないなと。あれ、同じ暑さでここ来たはずだけどなと思って。そしたら事務所出た瞬間、はい、ごめん、俺できない。マジか、お前、マジかっつって、その瞬間から。その瞬間ピン芸人ベンビーの。でも入った時からもピンではあるってことですか。うんうん、ややこしいですね。オリジン入った時はもうピン。あ、正式に見学行ったのは2人。じゃ、漫才しようと思って入って、まあ、そうそのままずっとこのピンでやってるってことなんですか。ずっとピンでやってる。で、今でも本当にもういい人いたら俺本当に組んでもいいと思って。コンビでやりたいと思ってるってことですか。うん。うわ、熱い話ですね、これは。でも、なんていうかな、漫才も一応楽しいは楽しいけど、はい、なんかいわゆるね、皆さん漫才師みたいな、俺漫才が好きなんだ、漫才がしたくてお笑い入ったんだっていう感じではなくて、はい、なんか趣里とたまにやるんだけど、はい、楽しいんだよな。掛け合いが楽しいっていう。そう、掛け合いが楽しいし、滑っても俺一人のせいじゃないから、うんうん、滑った感じしないし、はい、なんなら趣里がもう本気で、熱で、なんていうのさ、ベビーさんって言ったら、もう口なんかめっちゃ面白いわけよ。なるほど。とかで、やってて楽しいから、やってて楽しいし、でこれが一番じゃなくて、一番はこう内地の番組に放り込まれた時に、はい、俺一人だともう緊張するから、もう一人いたらいいなって。なるほど。この考える時間もあるし、そうこの組み立て方もあるから、そう、明るいやつとかいじられるやつで、はい、最初はじゃない方芸人でよけ。なるほど。あいつブソブソなんか面白いこと言ってるよなみたいな、
感じでゆくゆくはあざと超えていくっていうめちゃくちゃ踏み台に挑戦するんですか感じか、もう本当に俺がもう大リスペクトするぐらいの才能の持ち主で、はい、一緒に組もうよっていう感じになればいいけどね。おお、うん、まあもちろんピンの数はピンの数どうでもできるし、はい、そうですね。だからピンで何かやってって言われたら、うん、ピンでもできるしっていう強みはありますから ね、そうそうそうっていうのは未だに一応あるね。ああコンビは熱い話ですね。いやそうなんかいいんじゃないね、はい、舞台で滑っても。いや僕はもう相方とめちゃくちゃ気が合ってるというか、うんうん、相方が滑ったら僕がツッコミでいくし、はいはいはい、で何よりも相方が結構前に出てくれるんで、あな、はい、それこそベンビさんじゃないですけど、うん、僕もボソボソ言って後から認められたいタイプであるのでな、はい、そういうのがやっぱコンビは羨ましいところではあるね。あ、まあ、ピンはピンでネタも好き放題できるし、はい、ギリギリまでネタチェンジしたり車の中でも一人で練習というか考えきれますからね。そうそうそう、できるのはまあいいんだけどね。いいですね。さあそんなマングーとじゃ、はい、もっともっとコンビ名リクエスト最初から、カタカナでリクエスト。お大阪時代は、大阪時代はその前は、うん、あの二人でお互い好きななんか単語、うん、もう相方はなんかボールデンゴールって言って、うん、ゴールデンボールを逆さまにしたよう なんかあーボールデンゴール、ボールデンゴールで行きたいって言ってたんですけど、うん、僕ちょっと下系嫌だなというか、はいはいはい、ちょっとスマートにやりたいんで、うん、僕はなんかこのファンタジーな漫才したいなと思ってて結構真逆だったんですはいはい、はい、でゴールデンファンタジーっていうコンビでやってたんですよ。みんなにめちゃくちゃダサいダサいと言われた。確かにね、ファンタジーな漫才したくてファンタジーコンビ名につけるっていうのは確かに安直すぎますよね。安直すぎますよね。でゴールデンファンタジーで活動してたんですけど、うん、まあ、ちょっとコンビ名が、うん、まあ、覚えられづらいっていうのもありまして、でその時にまあ僕が本当にもともとリクエストってコンビでやりたくて、みんなにリクエストしてもらいたいとか、まあ、番組でタイトル冠欲しかったんで、冠つけやすいなんかコンビ名がいいなと思って。リクエストの、はい、なんとかリクエストとか。ああ、はい、なるほどね。崩しても使えるような、はい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 、はい、だからリクエストにリクエストみたいな、なんかツイキャスでやったりしてたんですけど、こういう風になんかちょっと使いやすいなっていうのがあって、リクエストにしたいって言ったら相方が、もうゴールデンファンタジーじゃなければ何でもいいという、うん、そろそろあのコンビ名が嫌だってなってた時期で、へ、押し通させてもらって、カタカナでちょっと硬いと柔らかくしたいなということで、ひらがなになっていった次第です。大阪時代日の目も浴びなかったし、日の目も浴びなかったし、確かにでもひらがなの方が柔らかくていい気はするな。はい、あの字体見ててもひらがなでよかったなとは思いますね。さあそんな二人が大阪で、はい、鳴かず飛ばず何故また沖縄に。これがですね、もう相方がそろそろ、まあ、帰ろうかどうか、うん、帰ろうか沖縄に帰ってこようか、帰ろうかこれ鹿児島の言葉です、ね、ですか帰ろうか帰らないかの、帰ろうか、はい、の迷ってた時期 で、うん、でまあ、僕ももうちょっと大阪に限界を感じてるというか、うん、関西のこのコテコテの笑い、あの押しまくる笑いがちょっと苦手というか、はいはいはい、なんか面白いことやってや、あのあのノリにちょっと耐えられない自分がいて、若手の頃特に辛いよな、はい、もうとりあえずがむしゃらにやってみたんですけど、やっぱり受けないんで、でその時に、うん、じゃあ本当に沖縄にもあると、うん、で今沖縄結構暑いよとなってて、ちょうどあの沖縄吉本とかもあったので、うん、そっか、はい、まあ、それも含めてその吉本同士の遺跡もあるのかなという意味でも沖縄行ってみないということで、沖縄に来させてもらって、はい、でなぜ吉本じゃなかったわけ。これがですね、あの大阪吉本に、まあ、掛け合ったというほど掛け合ってはないんですけど、沖縄吉本に行きたいですと、したら、まあ、やっぱ移籍するにあたってちょっと大変というか、やっぱこっち所属ってなるじゃないですか、そしたらまたプロフィールとかもこっちに渡してとかやらないといけないのが難儀なのかわからないんですけど、もう一回 NC 受けたらみたいな沖縄吉本のしたら向こうで、あの一から笑いも学べるし、はいはいはい、っていうのがちょっと、まあ、またそれだったら違う事務所でもいいんじゃないかと。なるほど。それプラス、まあ、これもベンビーさんの前だからじゃないですけど、うん、相方が沖縄にそのオリジンがあるよと、はいはいはい、でなぜかといったら、うん、俺が知ってる沖縄の、まあ、芸人はもうベンビーさんだと、オリヒャー、これ、まあ、マジ話で、へー、はい、ベングースはいやもうほぼベンビーさんに取られそうです、ですけど、おで、そのオリジンっていう事務所が、まあ、気になるとは言ってたんですよ。そっか、大阪はやっぱりちょっと、なんだろう、コテコテ感ってすごいのか。すごいですね、コテコテ感は。
確かに濃いもんな。濃いですし、まあちょっとこの素人の人というか一般の方も面白いんですよ。ツッコミのキレがちょっとあれ俺一般人レベルだなみたいにちょっと思っちゃうぐらい普段おとなしいタイプだと、はい、また飲みながら一般の人が面白い人かな。そうなんです、まあ、沖縄でもいるけど、はい、いるとなんか嫌というか、嫌というかなんか結構すごいなと思っちゃうんで。あ、そっか、はい、それね、そうそうそう、ちょめにも言ったことあるかもしれんけど、はい、ダウンタウン松本さんがよくね、はい、大阪の芸人は2回売れんといけんっていう、はい、のおーじゃあそれ上行ってやろうやっていうことで、俺1回大阪で売れて東京で売れて3回売れたら俺はって言おうかなと思ったんだけどこれでも結構このベンビさんとこの話するじゃないですか。僕はこれ達成してほしいんですよね。じゃあやっぱりオーディションオーディションをちょっとね突破してもらってそっか、はい、まあ言ってもローカルっちゃローカルではあるもんね。そうですね。で僕的にはまあその大阪行ってたで、うん、あっちのお笑い見てたんですけど、うん、ベンビさん大阪のお笑い結構合ってると思うんですよ、うん、はいはい、お前またオーディション受けさせよう。いやちょっと本当に受けてほしいな。リモートできるんじゃない今。あ、できそうですねこっからできそうですね。ああなるほど、はい、でオリジン入りましたのがじゃ あオリジン入ってたんだ。6年目ぐらいですね。あ、まだそんなもんか。はい、今まであった一番大きい仕事なんですか。今まであった大きい仕事はあのジモティの CM ですね。出てたか。はい、出てたんですよ一応か。で大きなローカルで流れてる、はい、ローカルで流れてるやつ、やつだ、はい、が一番大きいというか嬉しかったというか CM に自分が出れるんだという喜びがありまして。そっか、まあ月並みですけど出たい番組ってある。今、まあ、全国の。あ、全国も含めて。全国含めてもちろん。それこそですねちょっと最初の方でお話ししたんですけど、うんうんうん、うちの兄貴が今東京にいるんですけども、うん、はい、この兄貴があの、うん、ディレクターしてまして。なんだよね。そうなんですよ。実はそうなんです。実はそうなんですよ、はい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 、でこのディレクターしてて、まあでも、うん、ディレクターさんにも、まあ、要はピンキリじゃないですけど、うん、いろんな仕事やってる人いるじゃないですか。うちの兄貴、うん、結構でかいのやってたらしくて。な、はい、僕もびっくりしてるんですけど、あの逃走中とか、はい、やってるみたいで、僕逃走中大好きなんです逃走中に出たいです。お笑い番組じゃなく、はいはい、逃走中に出て、うん、子供たちのヒーローになりたいですね。あれは俺とっても難しいと思うよ。あれは難しい。下手したら普通のスタジオとかで撮るバラエティよりも、はい、なんだろう、ここは本気で行くべきかとか、はい、考えないといけないことが、そう、あの違う、考えないといけないことがいっぱいありますもんね。そう、好感度、はい、好感度なんだろう、ずっと隠れてても、はい、最後まで残ってもね、はい、あれなので芸人として、うん、要はどういう風に攻めるかというやり方もあるじゃないですか。そう、炎上じゃないですけど隠れまくってあいつずるいなっていう方法もありますし、まあ、うん、それこそ逃げ切ってあいつちゃんといったヒーローだっていう売れ方も、そう、いろいろあるから、あれは難しいと思いますね。そっか、逃走中確かにね、はい、新たうちの子も見るからなあれ、ベンビーさんもぜひあれいな、押していきたいですよね。いきますか、逃走中、お願いします。マネージャーさんお願いします。逃走中取ってきてもらおうや、はい、あと他にもですね、うん、あの1ヶ月1万円生活あったじゃないですか、黄金伝説の。やってたね。あれのディレクターもやってたらしくて。ほう、僕あの番組も好きだったんで結構お兄ちゃんの番組好きなんだなと思って。ああ兄弟愛だね。兄弟愛がそっ、はい、ということで、まあ、もし東京とかの方に行ったらちょっと出たいなっていう気持ちはあり、もちろん全国狙ってるんだよね。全国は狙ってますね一応。でも今から東京に行こうみたいなのは特にない。今でも東京行こうというよりはそのネットがやっぱり今盛んになってきてるんで、ネットの方で売れてその東京に呼ばれるっていう方法もありだなっていうね。え、今もう必ずしも東京に今日構えないといけないとか、うん、そういう、まあ、時代ではないっちゃ時代ではないんだけど、どう売れたいかっていうところもね。そうですね、テレビでまた売れたいって方もやっぱりいるんで、うん、どっちが近道かっていうところで、まあ、一応俺は沖縄を選んだんだけど、はい、なんか俺の芸風というかキャラというか、はい、的にはもう何千人もいる何万人もいる中でポンって抜ける感じじゃないから、沖縄でまずナンバーワンになって、はい、目立って力つけて呼んでもらった方が、あ、なるほど、まあ、近道だろうなっていう作戦はあったんだけど、はい、最近はでももう結構準備整ってきてるというか、はい、まあ、事務所移籍とかではなくて、な、東京もちょっと行ってみてもいいかなっていう。もう僕はずっと押してますので。だからね、はい、まあ、今ありがたいことにワンデーがあるんで、はい、行くとしても週末しかあっちで動けないんだけど、そうですね、でも週末行っ
って飛行機代ペイできるぐらいのなんか仕事があればね、はい、あおそらく1本やればあっちではそうですね、向こうで仕事してまた帰ってくるっていうペイできるような気はするんだけどね。いやすごいですね。なんか司会だけでもいいし、最初は MC だけでもいいし、はい、なんかイベントのそれだけでも飛行機代は出ると思う。で寝るところは芸人いっぱいいるから、はい、そうですね、あ知り合いがいっぱいいますからね、やっぱ向こうにっていうので最初はね、ぜひやってほしいですね。いいんじゃないかな。いやもううちの兄貴とあの首里之助代表、うちの代表の首里之助はつなげたんで、僕はもうよーし、ここはもう便秘さんがあとは先陣切っていってもらって、近いな、はい、でそのままあの僕をちょっと引き上げてもらえれば。いや俺本当に俺が先に行って誰かみんな引っ張り上げるか、はい、誰か行った人ごめん引っ張ってちょっと引っ張ってっていう、もう俺本当に行ったらもうそこにもう注力する、もうみんなをあこっちに面白い人いっぱいいるんだよっつってなんとかやりたい、紹介しながらっていう、やりたいけどね。いや夢が膨らみますね。いや本当ですよ。でもこの、うん、僕ちょっと本当にあの便秘さん3度売れるって言ってたけど、うんはい、最終的な目標がやっぱ、うんうん、宇宙で、宇宙で売れる、これがもう僕感動してるんですよ。宇宙人人気をね、はい、宇宙大好き芸人なんで。あそうだよな、はい、そうそう、ちょめっと飲んで宇宙の話な、もう宇宙の話大好きなんで。そうだよな。だから便秘さんのあの月プロジェクトの、はいはいはい、もう本当に前澤社長の、前澤社長のやってほしいなと、面白いなと特に思うんですよ。8人ぐらいやったら俺いけると思ったんだけどマジ俺本気だったんだけどないや第2弾第3弾があった時に行って、うん、それこそ本当に宇宙で最初にネタをするというな、これでかいと思うんですよね。これね、あのジャルジャルも考えてるみたいなのよ。あなるほど。だから早く行かんと、ちょっとジャルジャルは強そうですね。やられちゃうわけよ。しかもそのままほっといたら、はい、なんなら前澤社長がギャグとかやりかねるぞと思ってテンション上がってやりそうですね一発ギャグやりますって言いそうですもんね。やりそうやし、なんかゾゾゾゾとか、ね、宇宙初のギャグ、ゾゾゾゾが、ゾゾゾゾギャグ、ゾゾギャグ、いや困ったなこれ。これするとき一応ギャグだよさ、ゾゾゾゾゾゾゾで便秘さんに先にやってほしいなっていうとこまでねあるので、あのそうなのよ、はい、ちょっと待って、宇宙の話やろう。じゃあその前にちょっと一回ミッチーの今日はね、はい、あのクガニの紹介映像は今日はミッチーがやってくれてますんで、はい、一旦でミッチーの、クガニ紹介動画ご覧いただきましょう、はい、どうぞ。はい、どうもクガニファームのミッチーこと道春でございます。こんにちは。本日はこちらクガニファームの道春イケスからお送りしたいと思います。どうでしょうか、虫の音が、虫の声がすごく聞こえてきますけど、クガニファームのですねダストマンファミリーという YouTube チャンネルをご覧いただいている方はご存知だと思うんですけども、道春イケスではこうバジルをですね水耕栽培で育てていたり、反対側は大葉を育てたりしております。まあ、この水耕栽培のシステムはですね、断熱材、ゴミの断熱材の上に、ゴミのペットボトルを挿して、その中に土を入れて、バジルや大葉の種をまいて育てております。ついさっきバジルは収穫したばかりです。で、初出荷なんですよね今日は。なんでですね、一般のお客様に僕の育てたバジルをついに食べてもらえる時が来ました。嬉しいですね。売れればいいんですけれどもね。はい。まあこんな感じでですね、僕のイケスは足場を作ってるんですけど、おおね、グラグラしてるんですよ。すごく怖いので僕ぐらいしかここは歩かないんですけども、大葉のところに行ってみましょうかね。おお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 、はいはいはい、大葉はですねもうお花が散ってしまってるんですよね。これお花が散る前だったらほじそって言ってお刺身に添えられたりしているものになるらしいんですけど、もうお花が散ってしまってるのでちょっと出荷するのは難しいかなということなんですよね。ただこれもすごくいい匂いがしますし、これをですね切って、種になる前に切っておかないと大葉がもう役目を終えたと思って枯れてきちゃうらしいので、このお花は摘まないといけないらしいんですよね。それか来年のために種にするか、どちらからしいです。
いやすごく勉強になりますね。とまあこんな感じでで、出てって言っちゃったけど、クレソンとか大葉とかバジルとかいろいろ育てております。ダストマンファミリーの YouTube をご覧いただいている方はですね、まあこの道春イケスと岸本さんイケスとデコリンさんイケスとあることをご存知だと思うんですけど、まあ今のところこの道春イケスが最高に順調に進んでおります。なので、まあ、この調子でですね頑張っていきたいと思います。では道春がお送りいたしました。ありがとうございました。 Have a good day。 さあということでミッチーのね紹介動画をご覧いただきました。はい、引き続きウトファイヤーサンダーボルトバックファイヤーで、いや惜しいんですよね、レミさん毎回惜しいんですよねウトバックファイヤーサンダーボルトチョメノスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当飲みながら宇宙の話とかね、はい、よくやってたんだけど、最近どう宇宙の情報入れてる？宇宙情報、まあ、ちょくちょくは入れたりはしてるんですけど、ああもう前回話したような内容の続きみたいにはなってますね。ああ俺も最近入れてないんだよな。入れてないですか。ああ、マーキマンションも見なくなっちゃって。あ、なるほど。最近だから、もう最近おしょうの YouTube ばっかり見てるから。おしょう、おしょうの YouTube 見て、そうですよねあれ、心を整えて、悟りの方で心を整えてる、違う天の方でおしょうの YouTube でなるほど。そうか、なんかない、一、はい、つ宇宙の、宇宙の話題、都市伝説なり、まあこういう、うん、まあそれどんなのがあるかな、ね、宇宙な、ブラックホール系とかですよね。ブラックホールでもいいし、はい、宇宙の話な、俺も何だったかな最近、結構いろいろ見たりはしてるんですけどな、急に宇宙の、ちょくちょくこの宇宙の成り立ちみたいな、うん、はいはいはい、の1時間ぐらい見てるときは、あ、自分やべえなとは思いますね宇宙の広さとかね、はい、果てしないですもんね。そうそうそう、だそれをやっぱイメージしなくなっちゃったな、ちょっとちっぽけ、今こうなってしまってる俺、この下、うちに行ってる、うん、なんか宇宙を見ないとやっぱり、うん、そうそうそう、夢もちょっと語らなくなってきてるから。でもやっぱ、あ、それで言ったら、うん、ちょっと宇宙との関連もあるんですけど、うんうん、この世界がもしかしたらデジタルかもしれないみたいな、お、何でしょうみたいな話があるんですけど、うん、まあ、要は、うん、マトリックスとかの世界 と、うん、はいはい、と一緒なんじゃないかっていうのを、本当に偉い学者さんが、あの宇宙を調べるとできすぎてると、そうなんだよね、はい、球体の形にしろ、うん、この生きてる世界ができすぎてて、これはもうこの、はいはい、そういう世界じゃないと、コンピューターの世界じゃないとおかしいという話の論文が本当に出てて、これがまた興味を引く話題でして、すごい。でもだって、いや本当にそうなんだよね、はい、まあ、地球もそう、こんな木が生えてたり生き物がいたり、はい、それがバランスよく無から生命ができてるという、誕生するって何？何なんですよ本当にね。自分の子供が生まれた時に、はい、分からんくなったよね、はあ、無からよ。あ、そうですね、子供の誕生がそうですもんね、ああ不思議だな。これがだから、このデジタル理論が最近僕もそうなんじゃないかと思うぐらい理にかなったような YouTube とかもあって、あるよ。だってね、よく言うけど月の大きさも、なんであんな地球からの見た目大きさが太陽とほぼ一緒なんだっていう、はい、そうなんですよ。まずありえないですからね、 その時点で。で、宇宙のこの広がり方、ああ、もう光の速さを超えるものはないと言われてるんですけど、うん、宇宙の広がりは光より速く広がってると。これがもうありえない世界なんですよ。分からんよ、意味が。意味が分からないですもんね。ああ、外にがあるはずなのにっていう話になってくるじゃないですか。この宇宙があるということは、その向こう側があるんじゃないかと。そうそうそう、これ考え出したらもう止まらなくなるやつですね。その昔だって地球、海の向こうは崖になってると思われてただけですから。そうですよ、それはもう今の人間の科学で分かるようなもんじゃないんだ、はい、っていうのがありますからね。そう、何でも科学で解明できると思ったらダメ、ダメなんですよ。先待ってこい、いやいや本当に今飲みたくなってきますね本当そういうのもありますけどもね、はい、じゃあメールも来てるんで紹介していきましょうか。お願いします。これね、先週、はい、12時過ぎに来てたのよ、はい、で基本11時収録開始なんで、うん、12時までに送ってもらわないとちょっとね間に合わなかったのがありまして、紹介しましょうか。はい、
一応今日呼んでもっていう内容ではあるんだけど、はい、先週ゲストがヤンビーでした。ヤンビーです。ヤンビー宛てに届いてます。あ、じゃあちょっと聞いてみましょうか。はい、ベンビーさん、ヤンビー、はいさい、はいさい、神奈川のノーミーハートですなり、どうもありがとうございます。ヤンビーはじめまして。はじめまして。そう、ヤンビーのつもりでしょ。つもりで喋りますね。浮船がピンになって初めての配信ライブで神さんが面白い芸人から見せてと無茶振りしたんで、はい、何人かをスルーしていたら、あ、ヤンビーは見てもいいかなと言っていたので、ヤンビーのネタをちゃんと見て、じゃあ一応ことぶきパンチも見るとワンが聞いたら、はい、あ、別にいい、うるさいだけだし。だってことぶきパンチはスルーされたんですね。この番組をことぶきが見てないことを祈ります。祈りますね。あ、この前のライブで時間ないから面白い芸人だけ見せてと神さんが注文したんで、ヤンビー含めた G3 飛ばしたけど神さん何も言わなかったな。あら、ってなんでもないよ。あ、ベンビーさんのげんちゃんネタは夫婦揃って笑わせてもらいましたよ。とにかく投稿遅れたけど放送は今週も来週もちばりよー、でもでもっていただきました。ありがとうございます。すいません、こちらの採用も遅れてしまいまして。いや、ね、ベンビーさんと、うん、やっぱヤンビーがこのピンになって、うん、はいはいはい、漫談してるじゃないですか。うん、面白いですね。ヤンビー面白いな。面白いですね。そう、あ、そういえばネタ見てくださいって動画来てたのにスルーしてたわ、忘れた。なんか俺もちょっと似たようなのを感じるわけよ。はい、擬人化してみたりとかね。そうなんですよ。だからそれこそンビー一族とヤンビーは呼んでますけど、うん、ちょっとベンビーさんイズムを引き継いでるなとちょっと思ってる僕がいるんですよ。ね、俺が最近あまり擬人やらないもんだから、はい、ちょっと今チャンスだと思ってやってる可能性ありますね。いやでも面白いよね、はい、あ、この設定欲しいと思ったりもするもん。なんで朝入り、うん、結構ヤンビーにと一緒に行ったりするんですよ、うん、そのライブの日の朝入るのを一緒に行くんですけど、その時にちょっとネタ聞いてくださいとか、はいはい、こうなんですよって言ってる時のヤンビーのこの真剣な目が、ちょっとピンになってよかったのかなっていうちょっと気持ちもありましたね。いや、めちゃくちゃ楽しいって先週言ってた。言ってました。めちゃくちゃ楽しい。本当にことぶきが聞いてないことだけを祈りましょう。いや本当そうだね。ね、でことぶきとデコリンが今ね、はい、いろいろちょこ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 やったりはしておりますけど、そうですね、それもちょっと楽しみでございますけど、ねえ、はい、俺はデコリンやめとけって言ったんだけど止めたんですね。あの農作業に影響出るよって。確かに農作業にまで影響が出るという、うん、メンタルやられてクレソンにまでそのメンタル伝わるよって言ったんだけど、ちょっと嫌ですねそれは。農場長として言ったんですね、それは。そうだ。ねえ、まあ、そんなヤンビーのメールも届いておりました。ありがとうございます。こちら行きましょう。ベンビーさん、ゲストのチョメノスケさん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは。こんにちは。いい上田です。どうもありがとうございます。チョメノスケさん、はい、起承転結での配信 MC をいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。チャットでのつぶやきや感想を拾ってくださりありがとうございます。はい、リクエストさんはじめ配信 MC さんとチャットを通じてのトークが配信視聴の魅力の一つ、はい、これからも楽しみにしています。よろしければ配信 MC としての苦労話、裏話をお聞かせください。それでは今回の放送も配信での視聴を楽しみにしています。時節柄皆様お健やかにお過ごしくださいと、はい、いい上田さんからいただきます。ありがとうございます。よくやってるよね、配信 MC。 そうなんですよね。毎回やってる。特に僕がそのリーダーやってた時に、うん、やっぱそのコロナ禍っていうこともあって、うん、ほぼほぼ配信だったんですよ。そうだね、はい、でやっぱりそうなると配信 MC は僕らでやりたいっていうのがあったんで配信 MC させてもらったんですけど、うん、まあ本当に先輩方の凄さが分かりますね、改めて。あ、配信 MC な、まあ僕もちろんコメントも拾いつつ、はい、コメント拾いながらこの次の流れのバトンパスもしながら、うん、でそのネタをやった芸人さんのいじりまでやって、はい、スポンサーさんのことも考えてとか、はいはい、いろいろ考えて。そっか、ネタのアフター難しいよな。はい、滑った人どうしよう。序盤が大変なんですよ本当に。まあ本当に一番簡単なのは滑りましたねとかって簡単なんだけど、それはやっぱり、はい、まあまあまあ時にはいいんだけど、はい、そこはやっぱり芸人として味方としてちょっと盛り上げてやりたいし、これ多分ベンビーさん覚えてるか分かんないんですけど、うん、昔ベンビーさんに言われたんですよ、うん、その、うん、こういうネガティブなことあまり言わないようにする方がいいと、うん、まあね、はい、で僕もベンビーさんが配信 MC してるのを見たりして、うん、結構学んだところがそれだったんで、はいはいはい、その人のいいところを探して褒めるというか、でもまあどうしようもないときはもう滑りましたと言いますけど、確かに過去の俺が言っていたことを俺は今忘れてるな。いやすごい思い出したなっていう。思い出したな。いやでもその時に本当に配信 MC するとき最初に思ったのはそこでした、うん、その、ね、まあ、芸人さん同士なので、うん、逆にここで笑いを取るというか、うん、アフターで
どういう風にしたかったのとか、そうそうそう、本当はここちょっとミスったんだよねというアフターまであればいいのかなってところで、本当はそうね、はい、そのがライブ全体もまた盛り上がるしっていう、そう、あ、やっぱり最初面白くないな、最初見なくていいやみたいなね、はい、ね、いうのがならないように寂しいさ、でも嬉しいですね、この配信の時に、うん、このちゃんとコメント拾ってるのを見てくださってたっていうのが、うん、ね、はい、あれコメント俺も何回かやったことあるけど、あれコメントある人はバーってあるけど、ない人ないから困るよね。そうですね、だからずっと毎回コメント拾おうと思って、コメント中心でやってると全然ない時あるじゃないですか。あとあの時間差、あ、これが大変なんですよね。確かにな、後からコメント来て、はい、あ、いいコメント今来たっていう時もあったりするからな、はい、で YouTube でその撮影してる僕らとちょっとラグがあるというか、はい、だから見てる皆さんが見終わった時にコメントくれたのが、うん、もうちょっと後からになってくるというか、うん、笑いのテンポとちょっと変わってくるというか、それもあるね、はい、そこもまた配信 MC としては難しかったですね。確かに、でもまあこれからもちょっとね配信ちょっと増えてくると思うんで、うん、勉強になったのでね、え、はい、本当にまあよく言われてますけど、コロナ禍であえて良かった点ということで、はい、あえて言わせてもらうのはやっぱこれよね、はい、ライブ文化がこう配信が根付いたというか、はい、これ配信でできるんだっていう、ねえ、はい、意外と簡単やし、やったらやったらできるなっていう、ねえ、で意外と全国の皆さんに見てもらえるからこっちの方がいいんじゃないのみたいなっていうちょっと気持ちもありますね、うん、で今でこそそのライブも配信でやってるじゃないですか、うんうんうん、これもまた良かったなと思って、そう、ハイブリッドでね、実際のお客さん入れてるのと配信と、はい、ただあの配信では音楽使えなくなったじゃないですか、 YouTube 上があるんで、これがまあ、僕らその G1 になった時に一番嬉しかったのは、ベンビーさんにあれ入れてもらったじゃないですか、あの、なんか、あ、声ね、あの紹介文というか、あれの後に僕らが好きな曲が流れるみたいな時に拍手が来てたのが、やっぱり今はその YouTube の著作権の関係上できないとか、そうね、舞台はね、あの届け出せば使えるし、はいはい、届けでできるんで、でネタの中でもね、はい、有名な曲使いたいとか、これジャスラックに申請してっていうのがあるんですよ。だから YouTube は一応申請したらできるのかな。できますね。これ僕調べたんですよ。本当。はい、あのそれこそ大城くまさんに相談したりして、うんうん、でジャスラックにやって、うん、でこっからまた向こうから返信来て、うん、それを返して、でお金どうこうですっていうのもやらないといけなくて、めちゃくちゃ大変で、そっか、これはもう使えない。だからまあもう本当にできないなっていう感じでしたね。で昔俺のネタ置き手紙っていうネタで、まあ、置き手紙が何枚待って、置き手紙見つけるたびにラブイズオーバーが流れるっていう、はい、あれはやっぱラブイズオーバーだから面白くて、はい、まあ、一回バイアスオンでもやったんだけど、はい、テレビとかだとね、曲がまとめてジャスラックやってくれてますもんね、し舞台も舞台でさらっと出せばやってくれてますから、それが今 YouTube 配信でちょっと手続き面倒ってなって作らなくなると、はい、なんか一本牙はもがれ、そうですね、この手というか武器が一個ね、曲ありきのネタっていうのもありますもんね、やっぱりっていうのができないのもやっぱり悲しいところでありますね、まあ、いろんな制約の中で作っていくっていうのも、まあ、まあまあ技術というか、ま、確かにそうですね、ではありはするんだけどね、はい、うん、なるほどね、でこちら行きましょう、ベンビーさんに一丁目じゃなくて著名はもしかしたらこれあれかな、英翔さんみたいなのか、茶名みたいに言ってるってことです ね、ベンビーさんに著名じゃなくて著名、うん、なんか違うな、あ、そうだそうだ、著名、あ、こっちが著名、こっちが著名、あの、デジ伸ばしてた、はい、こんばんよ、イッサだよ、イッサさん、ありがとうございます、おい、著名のスキー、はい、今のオリアワエコの流れ分かってるん、分かってますよ、先月、デコリンっていうリスナーさんが卒業という名の戦力外通告を受けまあ、そうですね、いやそんなことなかったですよ、まあ、面白かったですから、はい、しばらくは週替わりで若手が登場するはずなんだけど、はい、シミはその中に割って入り、さらに相方を差し置いて一人だけの登場さてはお主、クガニファームに大人の名と若い名が4匹いるのを知っての行動だな、名スナーですね、これは柳助部屋、柳助部屋4連チャンで夜の名しようって考えてるのかとりあえず相手の気持ちも大切だから、今日はベンビーさんにお願いして一晩ヤギ小屋に泊めてもらったらいいさうまくいったら一足早いメリークリスマスになるかもよ、ウェイいや、ありがたいですねまあでもここで一旦止まるけどさ、はい、あの変な話、昔でもないか、はい、ヤギが一番人間に近いとかなんとかね、あ、そうなんですか、
っていう、まあこういう話はおいておきましょうか。いやいや、ちょっと気になるな、調べてみてください。はい、調べてみます。短めの前焼きはこれくらいにして、はい、チョメはこう見えて鹿児島出身だよね。鹿児島出身です。沖縄の人が長い間内地に行って帰ってきたら、はい、沖縄そばやタコライスが食べたくなるみたいに、はい、鹿児島に帰ったら食べたくなるものってある？鹿児島といえば無邪気の白熊、はい、焼酎にカルカン、はい、さつま揚げとかがあるけど、焼酎飲みながらさつま揚げ食べたりするん？あとオシャンティーなので言えばカスタ丼や、これ辛いも、辛いもレアケーキ、はい、とかあるけど、鹿児島に行ったらこれは絶対に食べてっていうのがあったら教えてといただきました。なるほど。どうね、辛いもはそれこそあの さつまいものことですね、を辛いもって言うんですよ。あ、琉球芋な。琉球、いやいやいや、出た出た出た。なあ、黒豚とかも有名ですしね。あ、沖縄のな。いやいや、アグの中で。すぐこれ、すぐこれ言いますからね。で、僕も言い返せないですよ、これ実際あの本当に沖縄から来てるんで。いやいや、どうね、チョメがこれだなっていうのありますね、うん、ちょっと意外なところと、うん、まあベタなところというか、うん、ベタなところで言うと僕、うん、大隅半島って宮崎の下側なんですよ、はいはいはい、なんであの鳥刺しとかも僕らの方でも食べてたんですよ。そっか、宮崎、はい、鳥あるね、鶏有名で地鶏叩きとかよく食べる、はい、その鶏を僕らはその持ってきてまた鳥刺し有名なんですよ、鹿児島でも。薩摩は、薩摩は今でいう宮崎は薩摩に入ってた？入ってないです。入ってない。この大隅半島と薩摩半島ってあって、うん、僕らも侵攻された側なんで便利さんと同じ気持ちなんですよ。そうか、もともと薩摩半島が薩摩で、はい、島津で、大隅半島は大隅、まあ、僕らの方は肝付きという場所だったので、うん、はいはいはい、僕らも攻められた方なんですよ。そうやられたんだ。はい、ありがとうございます。気持ちは一緒なんで。そっか、はい、なんかやっと今わだかまりが起こった。 ありがとうございます。ずっとじゃあ、うん、あの島津の贈り物だと思ってたってことですね。そう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 、酒飲んでてもなんかこいつどうせ島じゃなくて芋焼酎飲みたいだなこいつだと思って。今島で合わせてるけど。そうそう、あ、そんな感じなんだね。はい、で鳥刺しが好きなのと、うん、あとはですね、うん、あの養殖うなぎが鹿児島実は日本一なんですよ。あ、そうなの？はい、あの静岡とかが有名じゃないですか、うん、うなぎって、うん、か天然、まあ、うなぎというか帰ってくるうなぎとか有名なんですけど、うん、養殖は鹿児島が結構有名なのがあって、へ、うなぎのつかみ取りとかしてたんですよ、うん、あの田んぼがあってそこにそのうなぎを大量に放すんですよ、うん、でみんなが入ってそのドロンコの中でみんなでうなぎを捕まえて、それを大会本部というか本部に持っていくと、うんうん、あのうな重と交換してくれるという結構残酷なお祭りがあって、もうすでに料理されたもの、料理されたものが、はい、出てきてという感じで、でその後にそこであのドロンコバレーをするみたいなイベントもあったりして、ドロンコバレー、はい、でその時にまだあの捕まえきれてないその倒れた時にあのうなぎがいたりして、うわーってびっくりするようなハプニングがあったりとかの。そうか、じゃあこれ逃げ合わせたうなぎは野生のうなぎに、野生のうなぎに多分なるんじゃないですかね、そのまま。何を隠そう、ちょっともしかしたら分からんかもしれないけど、はい、ここもともと全部養鰻場。あ、養鰻場だったんですか。うなぎの養殖、この生けすも全部あっちまで。だから亡き人も一大うなぎ産地だったの。そうなんですか。そうが、もう本当に端っこの一角だけになってしまって、はい、全然使ってなかった生けすをうちの社長がうまく刈り上げて、なるほど、でまた再利用してという形で、うん、でこれで今は全然映ってないけど、あっち側にももう空いた生けすがまだ何生けすもあるから、へえ、そこに例えば今後ニワトリ放とうか、いろんなうずらとかやってみようか、ヤギももっと増やそうか、いいですね。で一大もう観光農園にして、はい、キャンプ場も作って、いやーこれすごいいい、いいですねっていう話。それが一大クガニビレッジ構想。いやいいです。もう僕う実家がそれこそこの、うん、全くこの雰囲気とそっくりというか、うん、あ、そうなの、はい、超田舎でしてって言ってたね、はい、僕の家にもあの牛3頭、はい、で鶏も10羽ウリで、ウサギも飼ってて、ウリで犬も飼っててっていう感じで。これは仕事として？いや、あの、うん、ペットではないんですけど、鶏は、うん、あの卵を毎日取るため で自分たちの、自分たちの家の10羽もいて、10羽いて取って食べて、あのおばあちゃん家に持って行ったりとか。へえ。で牛はその子供を産んで、その子供を競りに出すっていう。あ、じゃあじゃあ、まあ一応はあのでも3頭ぐらいしかいないんで、近くの家では100頭ぐらい飼ってる場所があるんで、もううちはもう遊びじゃないですけど、はちょっとその生き物を育てたいって意味でお父さんが飼ってて。へえ。ただですね、その驚愕だったのが、うん、牛育てるのにめちゃくちゃやっぱお金かかるんですよ、うん、で本当に100万ぐらい本当にかけて1頭をその競りに出すためにかけて、
売れるのが100万円ぐらいらしくて、はあ、まあ本当にもう趣味程度というか、はい、もう貯金じゃないですけどっていうぐらいの、はい、でやってたんですけど、なんで生き物とめちゃくちゃ触れ合う機会が多くて、楽しかったのは楽しかったので、このクガニファームがすごいこの魅力的ではあるんですよね。働くか、働きたいな、ちょっとただちょっと遠いですね。いや、慣れるわけ、慣れ、これだから不思議なもんで、メミさん今週3ぐらいで、もう今全然何ともないですか。いいよ、最近車の中で、はい、あのいろいろ英語聞いたりして、あ、勉強しながら、ま、世界に向けてまたちょっともうそろそろ動こうかなと思って、有効活用が、いや、時間の SDGs というか、あ、もうずっと聞いてたら1時間半とか2時間近くあるんで、はい、ずっと流してたらちょっと頭がもう疲れるから、はい、まあ、そこはいろいろ歌に切り替えたりはしつつではあるけど、はい、そこであの和尚の YouTube をダウンロードして、なるほど、そこで和尚の YouTube に、心が疲れた時には和尚の、なるほど、あなたは何を生きていますか、通える可能性がじゃ あるということなんですね。いい、だいぶ田舎なんで、何だった、飛行場からだいぶ、はい、飛行2時間半ぐらいかかって、ああ、山も3つぐらい越えない、3つ4つ越えますね。すごいよな。すごく遠くて、ああ、高校もそれこそ僕の家から8キロあって、ああ、そこはあの自転車で通ったりしてたんで。8キロ何分ぐらい着く ?40分ぐらいですね。かー、片道40分。片道40分を。坂もあるわ。坂もあります。それこそ、まあ、ちっちゃいその坂、大きい坂を3つ4つ越えて。同じ距離ぐらい通学、一緒に通学してた人とかいる？僕より遠い人もいっぱいいましたね。もう孤独？孤独です。あ、孤独で途中からなんかみんなと会い出してみたいな感じではあるんですけど。なんか面白いな。はい。上から撮りたいな。で、ここで合流という。おいしい。もうあの山道からどんどん合流していってっていうぐらいの場所ではあったので。そっか。はい。で、お父さんはちなみにお仕事？お仕事は大工さんをもともとやってて、もう隠居されてる。その後あの建材屋って言って木を、なんですか、ベニヤ板とかをその場所に運ぶ仕事をやって、ベニヤ板運んだ時に大工さんが少なかったらそこでお手伝いするとか でお父さんがまた本当に働き者だったんですよ。ああ、やったな。はい、なんで働き者って言ってもお金にならない働き者。よくいるわ。草刈り大変じゃないですか。草刈り大好きとか、こうやって鶏小屋を作ったりしたり、知り合いのおじいちゃんおばあちゃんの家を回ってお風呂の修理したりとか。もう大工さんそういう人が多いイメージ。あ、そうなんですか。なんだっけ、最近テレビでも見た、あのある有名人の方がもうとっても売れっ子の棟梁だったんだけど、はい、もう安くしてたら安くするし、はい、支払い待ってたら待つしっていうのでガーンって落ちちゃった。あ、なるほど。これちょっと似てるかもしれないですね。まあでもそういう人得積んでるからね。はい、でもそういうお父さん見て育ってて、やっぱすごいなって思いましたね。うんうん、そう、こういうのはこう孫の代に絶対何かいいことがありますからね。起こると思うわ。で、僕実家が、うん、まあ最初ちょっとまあボロかったんですよ、うん、それこそ黒電話使ってましたし、うん、ボットン便所でしたし、うん、あのお風呂も薪で炊くタイプの風呂という、まあちょっと古めの家に住んでて、うん、その家をお父さんが一人でリフォームして、うん、建てたのは増築、建てたのも一応お父さんのお父さんの代で、うん、まあ、建てたんですけど、お父さんが、まあ、あのほぼ建てたみたいな、一緒に建てたみたいな感じだったらしくて、頼れるお父さんだ、はい、っていう感じで、もうかっこよかったですね、その時は。ってことだよな、背中を見せてたんだ、はい、お父さんは背中を見せてましたね。ちょっと一回背中だけ見せてもらって、あと写真、いや、お父さんの背中だけお父さんを追おうとしてるんですねどんな背中なのかちょっと僕も参考にしたいね。もう今ちっちゃくなった背中しかないんですけども。いや、いいよいいよ、そういうのがにじみ出るわ。なるほど、哀愁が漂ってるというまあお父さんと、ちょっと大きさ分かりやすいようにお父さんの背中の横にマッチ棒、いや昔ありましたけどタバコとかマッチ棒とかで、へー、すごい、はい、っていう形で、まあすごい田舎で育ってたんで、クガニファームの件もちょっと考えて、前向きに考えていきたい。いや、考えてください、本当に。で、今こっち花の蜜を蝶々が吸ったりしててさ、はい、でそれで1個思い出して、まあ、全く関係ない話なんだけど、はい、今日よ今日、はい、これ最近花飾ってるわけ、はい、でちっちゃいひまわり、直径10センチもないぐらいかな、10センチぐらいかな、はい、でひまわり飾ってるんだけど、これを、まあ、あの真ん中にね、キュ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 ってやって花びらがピュ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 って周りにあるんですよ。ありますね。そうそうそう。で、なんか匂いかけたいなと思って、はい、で真ん中の方めっちゃいい匂いしそうだなと思って、もう超近づいて、ちっちゃいから、はい、超近づいてやったわけよ、はい、そしたら花びらが花が入ってきて、あ、すごい、花に花が入ったと思って、はい、
うわこれ奇跡、花に花が入った、日本人でよかったと思って。なるほど。これだってさ、アメリカだったら青フラワーインマイノーズ、インマイノーズ全然ダジャレでもなんでもないし、なってないですもん ね、 そうね、確かに日本人でよかった、花が花に入ったっていういやこれベンミさんの感性がすごいのかもしれないですね。いやこれ日本人じゃなかったら本当だって終わりよ、最悪嫌な出来事で終わりそうなところを、異物が入ったよさ、日本人だから、お花に 花が入ったっていう、嘘でしょっていう喜びまで出てくるっていう、そう今日だからです、今日幸せ、もうじゃあ日本語の良さを知ってここに来たんですね。そう、英語を聞きながら、まあ所詮英語は英語だぜと思いながら、はい、日本語にはかなうんぜと、なるほど思いながら来たね。いやまあいいですよね、日本語ってでもなんか面白いですよね。ああそう、日本語が一番いい、はい、簡単、英語でビネガー、日本語スでしょ、英語でモスキート、はい、日本語カーでしょ。いや逆探したら多分いっぱいありそうなのもありますけどね日本語の方が簡単、日本語の方が簡単ですね、文字数も少ないですしねさあもう間もなく5時間ですけど、あら告知ある、告知、告知はですね、あ、うん、それこそですね、うん、11月の方で、これもう言っても大丈夫なんですかね。そうだね、はい、行こう行こう、ジュントスケ&ベンビー会、そうなんですよね、はい、合同ライブを、まあ、やりましょうということで。そうそう、何日だっけ、あれこれ11月、11月、あ、14か、14ですね。あ、そうそう、14の日曜日だね。はい。で、まあ、我々リクエストも参加させていただけるということで。うん、そう、テンブスの方でね、でっかく、はい。やろうと思っております。はい、まあ、おそらく配信もやるはずね。そうですね。あ、はい。ベンビー会と、ジュントスケ。まあ、平たく言うと、ベンビー会にジュン選手が入ってくるて。いや、本当ですね。だけの話なんだけど。ジュントスケもともとこっちいますからね。そうそうそう。で、ラムちゃんがちょうどこの時日本にいなくて。帰ってる時ってことですね。なんかネパール帰ってるみたい。はい、なので、ジュン選手はピンで。ピンで。久しぶりに出ます。で、シルノスケがプログラムこんなんどうですか、ガーって帰ってきたので、はい、もう勝手にキツネうどんビーが入ってたんです。入ってましたね。キツネうどんビーのネタと僕ピンのネタもやりますし、はい、ただ沖縄市でやってたみたいに酒飲みながらちょっとできないんだけどね。天文なんで。なんで、まあでも配信見てる方だったら、うん、そのままお家で。ちょっと飲みながらとか見ていただける可能性もありますからね。で日曜日なんでちょっと早い時間にやろうということで、まあ、コロナ禍っていうのもあるし、はい、一応3時から予定しています、はい、今のところ、まあ、変わるかもしれないんですけど午後3時からで、僕リクエスト新都助純選手きつねうどんともき、まあ、純選手、はい、入ったっけ、あ、言いましたね。でもしかしたらサプライズで、ああね、サプライズとかハイビスカスパーティーも一応種類には言ってあるけど声かけてるかな。まあ、できればハイパーさんも準レギュラーなんでね出てくれたらいいなという形でございますけど、やっぱベンビー会も基本的にチューブでこの、うん、ずっとね、はい、開催してるんで、那覇で見に来たいという方もいるんですよ。そう、はい、声かけてて、そう、ただそのチューブのやっぱ道わからないとか、うん、やっぱちょっとこのどこでやってるのっていうのもありますので、今回は天仏ということで、はいはい、ちょっとがっつり誘ってみようかなと思ってますので、ね、いやこれ那覇の人は沖縄人多いとかぬとか言うんだよ、はい、俺たちは地図使ってでも行くよ本当ですね、沖縄市からめちゃくちゃ来てくれてる方多いですもんね。これ那覇の人の贅沢、贅沢、そうそう、那覇でやれよという贅沢ですねそうそうそう、まあ、那覇でやりますので、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。で気象点結が27日の土曜日、はい、あ、23ですかね、10月、あ、10月か、ごめん、11月、はい、すいません、10月、あ、そうか、10月がまだか、10月がまだでございますね、これ収録が10、今13だった今日、あ、11か、はい、あれ俺何見てるの9月見てる、9月、あれ10月どこ行った、あったあったそっか11だからオンエア18か、18日で、あ、じゃあまあオンエア上は今週土曜日と、はい、いう形になってますので、ね、本当にまたよろしくお願いしますという、ね、あれなんでちょっと待って、なんであれこれ俺のパソコンだっけかな、はい、カレンダー毎週土曜日に、はい、親子ラジオベンビーって書いてるあれまだ入った復活ですか、これはまさか、あれパソコンだけ、パソコンだけってある、ちょっとドキドキする案件ですね、これは、ね、あ、いや、これに入ってない、あ、じゃあこれ昔のが入ってるのか、なんだろう、不思議、ドキドキするよ、やめてくれだいぶ前の同じような月の使い回してるんですかね、だからね、何かまああるんでしょうね、設定というかね、なるほど、はい、ということで今日はこんな感じでございますね。最後にどうしたか、ちょ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 、いやもうめちゃくちゃ楽しくて、うん、まあ、一応10月18日にこれ放送ということなんですけど、うん、はい、僕はあの34歳一発目のこれお仕事でして、あら
いつだった誕生日？10月5日が誕生日でして。10月5日？はい。本当にこの間が。ちょっと待ってよ、探偵役に行っちゃおうよ。時間、これ尺足りるかな？足りんかったらこっち切ります。はい。じゃあ、めのすけさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ワン、ツー、ワン、ツー、トレ、フォー。タンティアグリアーテタンティアグリアーテタンティアグリカラチョメノスケ。あ、タンティアグリアーテありがとうございますなんですけど、なかなかスッと入ってこなかったですね。これは初めて本人に向かってやりました。ありがとうございます。これ嬉しいですね。イタリア語バージョン、イタリア語バージョン、おめでとうございます。いや嬉しい、間近で聞けて本当にありがとうございます。いや僕もあのよ、はい、1対1だったの初めてよ。1対1初めてですか。おめでとうございます。嬉しい。34歳になって泣き死にのサイバーいきました。まだ綺麗に響いてましたね、セミとね、うまいことをこの、ありがとうございます。よっしゃありがとうございます。株式会社グリップルゼンツオリジンアワーエコー、今日はこの辺でお別れです。お相手はベンビーとチョメノスケでした。またありがとうございました、はい。